はい、どうも、こちらひかるです。マインクラフト実況やっていきます。はい。パート2ですね。今回はちょっとね、まあ、合流して、ちょっと家をね、作れればなと思いますね。うん、最低限のちょっと住むぐらいの家。間に合うかな、今回で。まあ、いけるか。家いけるんじゃないですか。ちょっと平地作っといてよ、そっちで。あ、わかりました。平地？すいません。平地を作っといて、その平らなとこ増やしよう。はい。こっちなん、なんなんやろ、マジで。ただまあ、平らな極まりで。わかりました。清盛行っときます。別なんかもう名人もなんか職人みたいになってたもんな。いや職人レベルな。なんか勝手にもう行っちゃうもんな。職人や、うん、危ないでも立ち向かっていく。よし名人あざます。さすが名人。とりあえず合流して名人が職人やったら前さんは何？俺？うん、カリウドみたいなもんやろ。カリウド、うん、分からへんかな、こっちはね、カリウドっていう言葉は。いや分かるやいや、パッとしてんやろ、違うから。なんで狩人なんかなって。なんで、その動物とか飼ったりとか、うん、まあ、いろんなもん飼ってたりとか、まあ、ハンドするのが俺の仕事みたいなのがあるから。あ、おしゃれ。うわぁ、え、うわ、すげえ、うん、やばい、クリパや。俺は、やばいぞ、これ。キコリ。キコリ、うん、これ、一番やばいやないやん。一番最初だけやん、逆だって、キコリなんか。これ、やばいな。気軽な仕事だもん、おしゃれもう。うん。登っていくか。危な今のところも。ああ楽した仕事やな、ほんま。うん。それ時給なんぼだもん、聞こえる。時給800円。結構ええぐらいものとやな。やばいやばい、うん。洞窟いきなり発見したけど。それ以上の時給、こちら求めへんのもん。え？もういらんの、それ以上の時給は。それ以上？もうちょっと欲しいんじゃない？ま、ちょっと安いから、最近ちょっと転職しようかなと。最近？最近？こちら買えへんだったら、こちらタバコとか買えへん、時給800円だったら、そんな自由に。それな。うん。それな。ちょ、きつい。やっぱり。生活的に。今生活きつい。キコリだけではきついな。やばいな、キコリって。うわ、ん。時給800円のキコリ。まさに、うわ、時給なんもな。カリードは。カリードはお前、2000円ぐらいあれやろ。普通時給ないやろ、そこ。時給時足が答えやろ、そこ。カリードは時給もらってるんで、カリードちゃうやん、雇われやん。ただ雇われのカリード。違うから、プロなわけよ。カリードは、いや違うやん。カリードってただのカリードとプロがおるわけよ。プロってやっぱ報酬もらってない。じゃあ兵士みたいなもんやから。時給だね、プロで。時給やな。結構安いな。いや、2000円やからさ、やっぱり。でもそこにプラスで、やっぱあれもつくけどな、歩合というか。なんぼがやな。いや、歩合ってモンスターによるわな、なんぼぐらい。だ平均年収なんぼやだから、平均年収うん。どれぐらいなんだ、軽いの平均。1000万超えるってそんな。1000万うん。もちろん超えるわ、ね、1000万。余裕で。こういうのやってられへん。自分が死ぬ可能性もあるわけよ、軽いだって。モンスターとか強いやつやったら、死ぬ可能性もある中、はい、冒険をしていくわけやん。うん。それぐらい、命かけてるの、俺は。メリーなんだ、職業。僕、職人じゃないですか。職人って無事で。職人ってでも、すごいとこあるから。何の職人だ、それ。何の職人だ。え、やっぱ、なんすかね。職人ってじゃん、今、いろいろある。いろいろあるやん。それ何の職人だ、オールマイティな、それは。やばい、完璧。オールマイティな職人っておかしいやろ。普通に考え特化してはある。何の職人だろ、名人それは。ゲーム職人。ゲーム職人ゲーム職人ゲーム職人マイクラの世界でゲーム職人っていうポジションないけどな。マイクラの世界であれ片手でモンストショーみたいな感じで。まあそうですね。やばいな。やるだけ。ああ、来た、これや。ほんま確かに。平地や。時給何万だ、名人それは。めっちゃ高いっすよ。5万、5万ぐらいあるよ。5万ダルビッシュがあれやもう時給5万。ダルビッシュってことは日当で言ったらもう5時間働いて25万なわけやろ。メリーに週7働いた。週7っすね。休みないです。週7働いて。はい。勤務時間どれぐらいの平均勤務時間。1日10時間。結構で働くな。10時間50万。日当50万。めっちゃ上おるやん、しかも。日当50万だ、月収何倍やねんぐらい。1500万って。それぐらいいけんじゃん。あ、やばい。確かこう海というか水もあるし。年収億単位やな。めっちゃええやん。今僕がいるとこ結構、やばいっすね、これ。いい感じのとこ。雪山行っとるけど、わぁ、近いな。もしかして大丈夫な。大丈夫じゃないじゃん、もう。あぁ、来たもんじゃん。雪山抜けてきたら、確か平地が広がっとるな。雪山に、今着いた。これ地図持っとん。あ、こっちだ。持ってないっしょ。持ってない。え、持っとうっしょ。持ってないよ。あ、こっち合うで。あったあった。ほんとあった。そのまま着いて。まっすぐ。あ、こっちは一回死んだよ、そういえば。あぁ。そうそうそう。ずっと待つ、それでも失ってもだよ。謎にしようとげたんです。うん。前そのあのパワープレイのせいでな。パワープレイなんだ。俺の肉を勝手に取るっていう。関係なかったよ、全く。え？全く関係ない。取ってんの今。うわ、危ない。
パワープレイって言うんですね。うん。力ずくでな。だいぶ新しいっすね。力ずくで取ったんちゃうやん、もしや。うん。あ、持てんのか。脅しを聞かしな。ねじ伏せられた。ねじ伏せられた。こいつらってやっぱ聞こえやが弱者なんで。そう。社会的地位は弱い、弱い。まあ、そら。時給2000円のやっぱ彼らには負けろ。負けたらさ、まあね。でも、マイさんのやり方はあんま好きじゃない、俺は。好きじゃないけど、でも、従わざるをえへんわ、こしたね。強いもんね。曲がれる存在もな、こしたね。キョリやっぱ弱い、立場弱いよね、キョリ。あ、おめでとう、おっと。やばいやばいやばい。発見した。ここで頑張りましょうよ、これ。まあ、平地だから、さら地に住んでるよ、この辺は全部。めっちゃあるやん、畑で。ですね、あ、こっちは近づいてよ。マジで、もう。もう近づいてよ。青の青や。こっちは俺の地図見て。え、この青や。ここに、じゃあ、家作っていったらいいんじゃないの。俺が白で、こっちは青や。これ全部完成入れて。まさま、あ、近いって、俺がおるわ、もうすぐ。とりあえず、この辺全部やって、この辺にも畑作ったので。俺も畑作ったよ、プレイヤーマンだから。うん。畑作ろう。この辺りか。この、あっちか。いや、まあ、もうすぐ見えると思うけどな、こっちの方が。うん。あの。これでめっちゃゲットしとるんちゃうかな。あー、もう近いな。やばいやばい、トルネード。あ、俺当たった、欲しまった。ほら見て、俺おるやん、俺え、目の前おるやん。もっと前、もっと前来て、もっと前来て。上におる、上におる、上の方見えへん。あー、あれか。ほら、飛んどれ。オッケーオッケーオッケー。こんだけかなり動物おったけど、いいかな。まあいいんじゃない。オッケー、羊狩ろう。あ、ここめっちゃ動物おるねん。いや、めっちゃおるやんね、ここだから。めっちゃいいと思うよ、バス的には。オッケーオッケーオッケー、よし。いや、いい感じじゃん、これ。あ、もうタイム使おうか。オッケー。まあ、これ草買ったらあれやもんな。小麦やろ。小麦っていけるからな。おお、こちゃん。出てくるよね、小麦のあれが。まあ、それゲットしといて。うん。あれ、なんかここにダンジョンできないとこあるやん。あ、今もおる。今もおる。めっちゃこの音うるさいな、もう。もっと下げるか、ほんとよ。オッケー。この、音がやばいやろ。行け、行くか。あ、もうすぐおるけんな、名人とか。うん、やばいっけな、ここな。何これ、こっちやん、もっと。すげえ、これ。洞窟やろ、絶対これ。落としましょうか。いや、もう絶対やめて。で、こっちは絶対死なんとてな、落下の衝撃とかで。絶対死んじゃうよ、ここで。まあ、またあそこに戻されるからな。そういうとこって意外となんかいいやつあります。あ、こっちはもう、じゃあ、肉やるか。あれやろな、あそこ。俺の。うん。めっちゃ豚おるもんな、この辺。こっちほんまあれや、何もせんねん。ほんま食うんはほんま食うな。ほんまこっちなんで、ステーキやってる。聞こえやから腹だけは減るじゃん。聞こえやから、ほんま、肉体労働やから腹はそんな減るやろな。そう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 。ほんま役立たへんやつやな、ほんと。役立たずね、ほどがあるやん。でも小麦は持っとけやんな。誰でも持っとけやん、小麦やな。聞こえの特権みたいな言い方しちゃうけど、全員そうなんだよ。しかも聞こえ草刈りちゃうからな。火持っとけよ、ほんま。火持ってへんよ、じゃ。持ってない。意味だよ、もう今日転職しろよ、もう。もう草刈りみたいなもんよ。うん。あ、ロボや。ロボもおるし、ここ馬もおるからな。しゃあ、どこおるねん、ってか。何もらえ、あ、ここや、こっちや。これで、もう畑作ろうかな、じゃあもう。作っていったよ。この辺りか。うん。この辺りね、この中入れときますね。こっち、こっち、こっち、こっち。え、どっち、どっちかな。気がないんか。俺飲んで俺やろ。飯作りや、飯作り。こっちはもう一個ステーキ切って。うん。ネジビ回復するから、ステーキ。ここにじゃあ、作るとして。こっち俺やん、後ろ。後ろ俺やん、俺、後ろ、俺やん。あ、そうか、オッケー。めっちゃあるやん、めっちゃあるわ。ここに作るか、じゃあ。あ、どうしようかな。あっちが気がいっぱいあるんか。あ、ここら辺に作っていこう、じゃあ。土は。どこおるねん。と、あれか。あ、クワ作ろうじゃん。でもおるはずだけどな、多分。行き過ぎたんじゃん、そっちに、多分。どこおるん。え、なんか目印しかない、明るいからみたいな。あー、縦横じゃ。なんもないやろ。あ、でもあれやわ、土がないから。ブロック的にないんちゃうかな。あ、いますよ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 。おったらしいもん。周り見渡したらいます。ジャンプして、ジャンプして。あ、これか。どっちか。あー、そうですね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 。よし、ここに作ろう。畑よ。オッケー。よし、やるや。お、結構平地できとるやん。あれ、なんで名人そっち行ったん。はい、名人じゃない。あ、やすか。え、なんかさっき。これ、この辺、行ったの。あ、それ、光さんっすね。
継続か。あ、ということは。置いてったそうです。そうです。ヒカル先生で行ったらこっち来れます。オッケー。なんか、でも、でっかいのない、ここしか。あるやん。あれ、わかんないの、この場所。これ、会話ちょっと、若干変えた方がいいやろ、これ。あ、こっちは来たい。うん。まあ、とりあえず寝るか。あ、寝る？穴あったらあかんやろ、あれ。まあ、穴は確かに今考えたらあかんわな、あれ。今考えたらじゃなくて、もうあかんやろ。穴あったら、でも、ややこしいな、で、まだ穴が。まあ、ややこしいな。じゃあ。だから穴を、場所移動しよう、ちょっと。穴から離れるとこだろ。さすがにっすか。だって、この、だって最初さ、俺ら大きいもん作って考えたら、呼吸転していろんなもん作って考えたら、平地が続いとうぐらいが一番ええからな、本来は。でっか。まあ、それは埋めたらええんやろうけど、もう危ない、ここめっちゃ。タイガー危ない。やばいやろ、これ。埋められへんやん、この絶対。よっしゃ、もういいわ。やめろ。いや、ちょっとじゃあ、もっと前にさ、ええのあったから、移動しようか。あったん、ええの。いや、いっぱい平地あったやろ。移動するか。移動しようぜ、ちょっと平地。こっち行こう。あば。小麦の種はめっちゃあるから、もう畑違うんでしょ。畑速攻で。鉄あるな、でも、鉄欲しいな。鉄あるんや。あったと思いますよ、こっちか、あの。この辺水がなんか、中途半端で。あれ鉄っすよね。あの鉄欲しいっすね。あ、お前鉄や、あれ。取ってきますわ。職人？はい。鉄は大事だな。バケツとかいるしな。肌くっつけないから。でもこの辺の水とかをもう全部使ってもだな。いや、すごいここ。やば。オッケーオッケー。どうしようかな、どこにしようかな。どの辺がいいやろ。もうちょっとこっち行くか。こっち行く。あれ鉄どこや。なんかあ、この辺でもいいんじゃ、この奥の方でいいんじゃない。ほら、この辺でいいんじゃない。ああ、確かにな。めっちゃこの辺、じゃこの辺ちょっと、ああ、このデコボクとか刈り取ったら結構ええ感じになるんじゃん、ここ。こことかを、サベルで。ああ、ここええやん、確かに。ここええやん。やば、ここ。ここやったら別に穴とかもないし。ああ、そうやな。で、水も全体的にあるし。あれ鉄、あーこれか。あー、ここでしょ拠点。ここでええやん、じゃあ。この、整地作業。ここで、あー、ここめっちゃ広いから、ここでめっちゃ建てれるな、いろいろ。建てれそうやな、これ。いや、ちょっとほんまに、俺、ちゃんとしたのやりたいな、ほんまに。ちゃんとした。うん、ちゃんとしたマイクラを。本当のマインクラフト、やりたいな、ほんまに。オッケーオッケー、これで。オッケー、これで。うわ、でも穴あるわ、ここ。あー、大丈夫や。朝やわな。あー、なんか洞窟ある。これで、ここ。まあ、でも大丈夫かな。よしよしよし。オッケー。まあ、徐々にちょっとやっていくか。徐々にやっていって。ちょなんか、どっかちょっと家の形枠取ってさ。ひだまりか。軽くちょっとなんかその、小屋みたいなの出るか一回ちょっと。あ、小屋？この辺のなんか。あー、あとはちょっと目印になるためにちょっと、でかい塔立てるか。あー、確かにいるな。こちらの方いるやろ。うん。目印。いる。入れますっけ。絶対にいる。絶対に歌いやる。うん。歌えるんすか。あ、うっ。これで。あー、でも下降りたから。とりあえず僕はちょっと下掘っていきます。え？あ、そこはメイジンと一緒に残る。うん。どういうことっすか。まあ、メイジンに迷惑かけんようにしてくれよ。え？俺知らんねん、どうなったの。いや、かけてないしな。どこで死なれたら俺らに迷惑かかることだけ覚えてたの。もう一回最初のスタート地点まで行くからね。だって全員ベッド壊してやる、確か。まあ壊したな。壊してます。上がるか。もう今日は上がるか、それが懸命に判断やから。上がるか。お疲れ。これがやっぱりな、そういう。これだってほんま度胸だけは、なんかありそうに見えて、全然あれや、大したことない。ほんますぐビビって逃げ出すような男やな、ほんまに。まあ、だから聞こりだよな、こっちなんで。聞こりでいいって思うのは久しぶりだよ、それが。いずれなの、聞こりで、やっぱり。聞こりで始まる、聞こりで終わる。うん。前さんはなんだ。だから、カリーでやったわ、俺は。カリーだ、うん。なんか言ったやん、プロやってますよ。一回やってますよ。そんな。アマチュアちゃうねん、こっちなんみたいな。こっちなん多分、その、聞こりの中でも言ったらアマチュアやん、もう。プロじゃないやん。聞こりの中でもプロがおるわけ、ほんまの。うん。もう手、一番下っ端みたいなとこやん。俺言ったらプロやから、ほんまの。へぇー。カリードの中でもほんまに、強いカリードやから。あ、ここ、ええやん、ここ、ほんま。で、土埋めていって。
ロード。これ胸に構えれるやん、剣って。え？いや、ガードっすよね。ガードできるやん、これって。嘘。あったやん、なコマンド。そんなんあったやん。初めて知ったわ。ガードコマンドあるやな。え、マジさんってキーめっちゃ持っとる。持っとる。ちょ、キーでちょっと枠組み作るわ、ちょっとちょうだいよ、キー。キー置くわ。はい。キーが、これ、こんだけあるやん。お、めっちゃあるやん。いや、めっちゃあるやん、どっちか。さすがっすね。そこは、やっぱ、キコリよりキコリらしいことしてくるからな、俺。まあ、あのキコリ何枚札ないの？何枚札ないの？俺の肉代食うて、もう帰っていったもん、どこ。何も言わず、さっそく去っていってな、今何しようかもわからん、ほんま、キコリほんま。クソみたいなやつ、ほんま。何の見返りもな、俺に置いて帰らずにな、さっそく去っていった、あいつ。いや、そういうやつやからな。あうわ、なんか出た。食べたら食べたら、逃げ足だけは早いからな、ほんま、あのキコリ。で、何もお返しせずにあれ。いや、何も返すから。お返しせへん。何も返ってこんかったんだよ、ヒコリには肉。6個ぐらいあげるよ。もらうだけもらって、サンキューいいかな。そうやで。どっか行ってもらったら。あ、これで。バイヤーやな、結構。ここも繋げてもて。もう帰らなあかんか。あ、寿司なくなったな。10マス10マスぐらいとりあえず作るか、1個。リビング的なところ。なんか、誰かおるぞ。おー、6、7。青って誰ですか？これいらんわ。あ、こっちやな。こっちやな、青は。俺2、3、4、5、6、またここ、来なあかんすね。9、10、鉄があったってことは結構、2、3、4、5、6、7、8、9、10。だいぶ掘ったんですけど。何やねんこれ。24マス足りるか。あ、いけるか。これだいぶ。オッケー。とりあえず枠組みできた、1個。すごい。これを、リビングというか、まあ、とりあえず全員がもう、掘るとこにしよう、これ。チェストちょっとマシさん、作ってよ。俺ちょっとアイテム持てへんからもう。ああ、チェスト。あれ、チェスト俺、今渡したのちゃうかったっけ。ああ、キリ。キリ貸しよ、キリ。砂糖キビ、あれは、クリアビーし。こんなやついける。チェスト。よーし、完璧でーす。あ、取ってんのない？あるわ。チェストした。なんかおるぞ。あれ1個しか作れんかったっけど、チェストにも。あ、マジで。じゃあ、とりあえず、チェスト置いてくれん、どっかに。あ、置くわ。チェスト取ってんね、前さん、でも。あれ、チェストは？あ、もうええわ。俺取ったわ。どういてよ、チェスト。大概豚おるやん。チェストはほんまに大事やからな。皆殺し。な、ここにとりあえずいらんもん。いらんわ、こんな。置いていこう。もう、キーとかこの辺のやついらんからな。かまども置いとこうもん、おばすみさん。あら。ベッドをとりあえずもう置いていこう。作業台と、この辺に。見て。これ拠点やから、とりあえず、最初の。まあ、した、見た。矢とかいらんからな。弓は持ってやん、俺、地味に。マジで？うわ、めっちゃでかい。矢と弓はセットや。でかすぎる。ベッド置くわ、じゃあ、お前。タンポンとか、ウール。このいらん、卵もいらんな。よっしゃ、置いた。このいらんやつ全部、預けとこう。もうここに、で、畑を作っていこうと思って。何やろ、もう食料で困るの勘弁や。ここでちょっと、職業を変えよう、俺も。職業？うん、ひこりから。何チェンジするの？クラスチェンジ。先ほどこのままどっか。考えてないんかいな。ひこりかな、やっぱ。なんでやねん。木こりから鳥に？うん、木はいらんもう。いるって聞く木は。いるっしょ。うん、そしたら行くわ。そしたら動く。木こりの出番。木こりが動く？木こりが動きます。でも木こりもあれやろ。第二形態になります。木こりの。レベルアップ。うん。木こり第二形態なら時給何分ぐらい上がるの？時給900円。全然上がらへん。もう、名人だって時給5万円。時給5万。時給5万のとこは横おれんけど。そうそう。やばいな、それ。時給5万やばすぎやろ。もう、こしゃだから、こしゃが、1年働いと、まあ、5万やから、1ヶ月働いて、頑張って、何十時間働いてるやつを、もう1時間でイメージに稼ぐからな。やばいな。違っとゲームやってられんじゃん、ひこりでそんな。ひこりみたいに肉体労働で。一番しんどい。そんだけやって、イメージにあれやで。ゲームやったっけ？ゲームやっと。モンストやったんだっけ、確か。モンストして、時給5万。半端ない。その仕事を紹介しよう。ちょっと無理。こしちゃんのあれやろ、LINE じゃ無理やろ、でも多分。まあ、スキルがいらんだから、それでさすがに。モンストとか上手くないと無理やからな。無理やだから。そう。名人の名乗れるぐらいじゃん、でも無理やな、名人は、それは。はい。名人の名乗るレベルにないと、その職業はつけへんわけよ、こしちゃん。そう。
これ資格がいるわけよ、こしあんで。こしあんで何も勉強せずに今まで来たから、資格がないわけよ、言ったら。高卒の、まあ、中卒みたいな感じでこしあんで言ったら。なんでよ。ほんま。そこだけは、こしあんは。いや、そうやな。言ったら、聞こえないつよ、もう、何も勉強がないやん、こしあん。分かってんのも何も、別に言ったら。そういうことやん。え？じゃあ、こしあんじゃ、嫉妬のポートマス条約とか。え、嫉妬はそれ。言って何を。どんな条約なん、それって。いや、社会で覚えたし。なんだ、どんなのどうやったどんなんだ、俺は。どんなの社会知らんからね。ロシアと、あれでしょ条約のやつでしょロシアの。ポーツマス、ポーツマスみたいなやつじゃないあれって。それじあ、それはギャグでしょギャグ。別に知らんかったしな、絶対。ポーツマス。そうか、絶対知らんかったし。いや、それなんで、ロシアのなんて言ったの？ロシア。うん。ソ連の。うん。言い方変わってる。旧ソ連の。旧ソ連。旧ソ連がどうしたん何を結んだのポーズマスってなそこが一番それが俺知りたいもんほんまにいや前さん分かってんっていいやろいや分かってへんから聞いたんだよ俺こしたら言ったよポーズマスギャギャみたいな思っとったんだよ条約を結んのやってだから何の条約だよそれ何の条約でもいいし一番大事よくないよ何の条約でもいいし一番大事それは歴史的に一番大事だろそれええ必殺技ですね映画まあ多分ここの4人誰も分かってないけどそのポーズで何をやったかは。うん。こしても分かってへんわけもんな。うん、分かってない。でも、知ったかぶりそうですよ、知ったかしようとしたな、完全に。でも、夜やん、これ。寝な。名人しとんじゃん、歴史詳しいから。いや、知らないです。実は知らないんやろうけどな、ほんまに、ほとんどの人は。名前しか知らないです。寝ようぜ、もうこれ。オッケー。寝るわ、もう、とりあえず。ポーツマス条約って。寝ます寝る。やばいやばい。まあ、その何とか条約で名前は知っとうけど、うん、日清なんちゃら条約とかもあれやん。まあ、大河の改新とか名人知っとん。はい、あ、知っとう。名前は聞いたことあるけん、大河。あ、なんなんじゃあれは、名人。え、誰でしたっけ徳川、ん徳川家が誰でしたっけはい大河の改新うん。あれって伊能忠敬が世界地図を書いたことらしいかな。大河の改新。よかった。こっちは、一瞬疑ったやろ。もう誰かに言われたんちゃうかいや一瞬疑っていや絶対疑ったいや完全にさっきよかったよかったって言いましたからねそのよかったって絶対疑ったよおかしいもんねなんださっきのなんで疑った俺や仲間ほんまに仲間を疑っておかしいやん絶対おかしいやんそれはベッドを壊されてなんかどっか置かれとおかないやそれおかしいやんほんじゃそれは言ったらえうわやばいやすあこれもうこっちに畑作るわ俺それは裏切りやん俺は出せこしたそれはあかんほんま人を疑っとっていうのはおかしいほんま仲間やのにおかしいな一緒に住んどう仲間として疑われたわけやで俺住まれへんやでこしたに対して一緒にさ住んどう住むのにあーどっちにしようかな怖くて住めないこの辺に砂とかいらんわな俺の中でももうこしたに40代でほんま疑心暗鬼になったもんなもうこんな感じで作っていくんや普通にいやリビングとしてこれはここでさらにいったらどっか穴開けてこっから自分の部屋作っていくじゃん4つあー4つうんここにじゃあ畑作るわよし。ここ。結構でかい。あ、ここのラインから。あ、でも、どれくらいの家のでかさにするかによって、畑作る場所も変わるもんな。あ、じゃあさ、あれしようよ。じゃあ、自分らの部屋を、これにくっつける形で、作っていこう。俺が、マスオさん、タクさんと会ったことと同じで。ああ。海外式でいこう。つなげたらいいと思う。つけていくってことか。そうそう。だから、この部分から、こっちからちょっとどっか広げていくみたいな形で。4方向に広げていこう。海外式で。海外していこう。ザ海外。じゃあ自分の好きな素材を使えるってことか。まあそういうことやな。なんかないから木。渡したから、木取りに行かなかんわな。うん、取りに行こう。じゃあ何やろ歌詞と、あれしか。うん、白川しか。てか何分今これさ。あ、随分時間あったんや。24分や。まあ、何分くらいするあと。5分くらいするか。いいか、5分ぐらいしたら。あーどうしよう、でも食料がいるから。いや、もうさっき、でも畑作った方がええわ、結局。思うこと。邪魔やもん、もうその、この辺のやつで。作った方がええわ。まあ、さっきじゃああれか、家作るよりも、食料やって。食料、畑作るか。じゃあ俺この砂とか俺変えていくわ。あれなんかすごい落としたんだ。これ大事やで、やっぱこの、あれをするっていうのは。どうしよう。畑一番大事だ。どうしよう。まずは。確かにな。もう作るわ俺畑だから畑に作るために木を俺は今日は2個あったよどっちにしたら木集め取ってじゃん畑どこに作るよじゃあこっちかこっちやなあじゃあ俺作ろうかピッケル土台をピッケルでいいや土台作ってよじゃああれ
2個なかった。この辺のでも砂もいらんからもう帰るで土に。いやそうそう、それは俺も持ってた。じゃあ、あこっちか行くか。じゃあ土がない。あでもこっち家を作るからこっちかに土がないプラスで。じゃあここ消化じゃ、この辺に回収しようもん。この辺じゃダサいな。あ見せた。あこの辺いらんない。はい、段差がいらんの。じゃあ、借りに行くか。ミステミステミステムだ。よーし、ダサいな、この辺。え誰が殴られたんや、俺さっき。誰やばい、知らんて、お前。あ、消えだして、誰が。殴ってったって誰が。もう俺ではないわね、俺絶対こうやってるから、ね。僕ではないっすね。俺でもないわね。絶対離れてほしい。誰やねん、じゃあ。まあ、自分があるかもしれんな、もしかしたら。振った、振ったやつが当たったかもしれない。絶対当たらへんやん。えぇ、ー、これ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 、え何え、さっき何シマウマ。いや、俺吸い込まれたここに。シマウマってどういうことやねん。え何これ、穴、なんかあるぞ、ここの下に。うそ。どこ繋がっとるぞ、ここ下。マジか。ほら、見て。ほら、ほぉー、うわ。えそんなに、いけるの。あえこれ、やばい、やばい。地下や。地下や。やばい。やばい。すげえ、ここ。もう一回。え曲がる。ほら。やばい。これじゃもう行く。ほら。すごいな、それ。これやばいぞ、ここ。ビビってたもん。すげえ。なんだ、ここ。やばいな。これやべえ、ここ。前すもびっくり。ビビるや、そんなんあったら。でもとりあえず、でも俺は、おぉ。畑を作って、上を忍びたいから。上地にパターン。地下に繋がっとった、ここ。やばいな。すげえ。畑のその、もう作る場所決まった。いや。ああ、もう決まった、だいたい。いや、もう作っていこうよ。まあじゃあ。まあ言います。俺は、整地作業しようけな。土がいるから。ちょい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 、ごめんごめん。でもこっちからだと思ったんやけど、俺は。普通に。これなんか入り口から、ここ入り口やんか。うん。で、入り口出た瞬間、畑があった方がいいんじゃない。あ、そうやな。でもこの辺こっち側に作ろうと思ったら、これとりあえず待って、差し替えた方がいいやろ。差し替えようか。全部入れば差し替えようぜ、全部。抜いてまうこの入れば。ほらあかんわ、これ。歯真っ白に。うん、汚いわ、この差し歯。はいはいはい。鉄欲しいな、これ。あ、メディアはあれやな、炭鉱職人みたいな感じやもんな。どっちかやったら。勝手になんか冒険。これ全部す、あれや、土に変えるやん。そう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 。まあでも、なんぼかちょっと木のいいところからあれした方がいいと思う。多分。そういえば、鉄入れ。田んぼにしといた方がいいと思う。鉄いるわ、ね、バケツ。バケツいいな。鉄6個持ってるんですよね。あ、バケツじゃあ作っとるよ。6個どこちゃうわ。作っていきましょうか。1個だけですか。ええで。あ、炭鉱はまたあれしようか。田んぼとかできて、家作って後に行くか。わかりました。我慢しよう。うーん。ゾンビの音言うてますね。気が。言うてますって、うーん。止めとんか。やばいと。止めてなくね木。いや、いい感じやで、もう。流されるどこに、あれ流されるあれ俺さっきなんか水の流れがマジでこれなんかあれやな、こっちに来とるよな。木取っとるのになんで木行かない。え木、え木あるじゃん。あれやん、頭皮の手取ったやん、もしえあれやん、上にあれやん、上にあれやん、肉の上に、肉の横にあれやん。鉄焼いていきますね、もうほら、頭皮の、これかオッケー。すげえな、ごっついな、こしゃ、ほんまこれで。こちら絶対あれやろな、野球部やったら監督のサイン漫画間違えとったやろな。俺、うん、俺それだけは、一回で絶対、もう。嘘、うん、バカやろ、それ。盗塁のサイン出たら、盗塁とか。確実にもうそれは分かっとったな。マジで、うん、なんでなの、ビビっとったもん、監督。いや、ビビってはないけどな。いや、これ危ねえ、ここ、何これ。え何これ。見て、ほら。やばいな。なんなん、これは。なんなん、これ。やばい、この謎の、ね、謎の川あるやん。え、もうここに作ってんじゃん、ガーって。畑。うん、作るか、じゃあ、こっちに。ああ、じゃあ、ここ A くらい空いてるやん。なんかないかな。ダイヤとか、押してないかな。この辺全部。はち。はい。あ、鉄焼いてきましたよ。そう、謎のこれ穴あるからな、ここ。やばいな。危なすぎだよ、これ。びっくりした。とりあえず、これで。こんなところあったんか。ここも埋めとくで、じゃあ。ええで。こっちからやるし。
あれ、テニスボーイがおるぞ、あそこに。テニスボーイ、うん、テニスボーイ、はい、どういうことなんすか。え、テニスボーイ誰名人か。テニスボーイテニスボーイっすよ。あれ誰って高青年。はい、見た目通りでしょ、これ。まあ、絶対不正なことせえへんだよな、あいつは。うん、まあ、松岡修造に憧れた、多分、あれやろな、多分、パターンやろな。多分、殺人鬼やけどな、あいつ。でも、松岡修造もめっちゃあれらしいけど、プライベートではめっちゃ悪いやつらしいからな、悪いってことで、態度悪いやつらしいからな。ああ。らしいね、噂やけどな。まあ、イコールヤンキーみたいな。怖いでだから。はい。うん。人は見かけによらないって。二重人間言いますからね、ほんまに。まあ、でも、あの、あれあの人を信じるも、どうかなと思うけどな。あ、タクシーの人。まあ、でもあの人はほんまやろ、だって。ま、周りが全員いいよって。そんな嘘はつかない。タクシーそんなに余計な嘘つかないよ、絶対。ほんまにいい人やのに。全然メリットはないですからね。まあ、メリットがない、あの人に。そう、変な嘘。疑うな、人。いや、疑ってきた、まあ、タクシーの運転手は疑わへんもん、別に。よし、あー、オッケー、だいぶ当たったな。確かになんか、松岡修造ほんまになんかその、めっちゃなんかそのあれらしいな、奥さんに対してもめっちゃ冷たいらしいな。嘘、普段もうあかんパターンですよね、それ。怖いな。それ結構有名らしいですよ。愛想つかされるやつですね。これあれなんかめっちゃゾンビ乗ってないんだ。お前と取れへん俺。取ろう。これじゃあこれでやっていく感じなの。もう作るのここに。くあーどっか言ってますけどね。これ作ってこうやって感じでバーンって作れてんじゃない。これ3列やろ。これな、あれ消えてもどうけどこれなんか。いや、水はだから別に流したよ、後から。ああ。あれ、まあ。あんなとこに。まあ、とりあえずこれで。こういうのも大事だからな。お前、こっちや、俺作るわ。あ、土足りひんや、多分。ああ、3人か、こういっちゃう。埋めろ、ここじゃ、ここ。埋めて、ここ。ええの作るわ。この時期だ。石炭の重要さ。わかりました。これで。なんか。どうしたんすか？やろうかな。あ、土が足りひんね、やっぱり。土がここ、ええか。洞窟なんかもいらんわ。もうちょっと植えていこうもん。食料欲しいから。何やん。おい、え、これどうなったんこれ。ええ三つ三つ作るんやねん、これ。こういう風に。あ、でもなんかちょっとおかしなバランス。右から始まったら。あれ、右。あ、ちょ、あ、もう夜か。ここに。あ、夜寝るか一回。なんすか。寝ようか、とりあえず。暗すぎるな。はい。一旦終わるか。まあ、一旦俺も結構、多分30分ぐらいと。30分以上。邪魔邪魔邪魔。あ、マジック邪魔。とりあえず、寝よう。寝てから。マジック邪魔。どこおるやん、星ちゃん。着いた着いた。おそらいつも最後に眠りつくな。オッケー。寝ましょう。じゃあ終わります。オッケー。オッケー。寝た。朝は迎えて終わるかじゃ。うん。あ、全員腹減ったもんな。俺は全然減ってない。全然減ってないですよ。うわ、マジで。肉、めっちゃありますからね、男性。あ、鉄焼いとったやん。大富豪の子ですか。あ、バケ作ろう、これ。来た。手探りとかじゃあこれ。日がねえな、日が。土がいるんでしたっけ。土いるな。火を欲しいな。めっちゃ買って帰りますもんじゃ。じゃあここに、あれここの列は何なんだこれ。はい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 。まあいいか。逃げたこれどうも。じゃあ次はもう田んぼ多分完成するやろ多分。完成するな。え、どうする気なんだよ、お前さ。じゃあ、ここを、あ、じゃあもう、ここ全部俺、もう一回削除する、ここ。ここに3つ作って、水流してんじゃん、ここに。よいしょー。あー、まあ、やれるじゃん、それで。ここの部分だけっていうことやろ、やるのは。水の部分をどこかつくとかの3マス開けってこと、いうことやろ。そう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 。あれ？じゃあ、どっから始まりにする。ここ、ここへ、ここ。うん、そこ始まりでいいんじゃない。あ、ほんと、さ、足りひんわ、ここでも。これ、誰がステーキ焼いたん？俺やなんで。とりあえず、道具箱入れとけっすよ。
道具箱入れてくる。道具箱、そう、あれ、あっこに。チェスト、うん、チェスト、オッケー。まあ、誰が食うやろ、うん。まあ、多分今の前さやとスーッと取っとるけどな。何そんな俺やったらとか言う必要はないじゃん。ね、こしらんその、でもわざとらしい言い方でなんかその取っとうけど、なんかや、ちゃんと俺はしまっときますよっていうそのアピールも俺腹立つけど、何のアピールする必要あるの。普通に黙ってそれやっとったやん、何がいちいち言うとこ腹立つやん。置いときますよみたいな。名前されたら多分取っていくやろうけど、俺は置いときますよとか言ってた。いや、しかも置いときますよっていうのも腹立つやん、なんかいい人アピールが、うん。でもさっき、でもさっきこのこしらん誰のが聞いたってことは、もしあれが間違えたら取ろうとしてる。要するにそれだ。取ろうとしてる。だって、誰のが聞く人ないのに、これ聞いたと思う。誰聞いた、誰も。あれはもし俺のじゃなかったら、もう取ったろうもんだ。まさかの図星っすか、ほんまに。これ、バレても、全部バレても。バレてもどうかな。こしらんの動きってほんま続けやな。ほんまに。今日預けてへん、このステーキ。今から預けへん。ほんまに。今から。やばい。預けたとかに預けへん。そこそこ来たかもしれない。もしかしたら。やばいっすね。もうやばいな、こしたら。もうここ、ここ行ったでも畑してもでもねえじゃん。はいはいはい。え、こうやろ？そうそうそう。これ、足りるこれで。こんだけで。いや、だから上先伸ばしていくとか別にできるでいろいろ。こっちもしたいんじゃない？こっちは残しとくの。いや、じゃあまた、後でとりあえず行くわ。この回でどこまでするの？いや、もう一旦終わるとりあえず、ここから。うん、あ、別にこっち側も伸ばしてねって全然普通に。もっとこちら辺まで。ああ、土がいらないの。伸ばしてもらって。まあそれはなんか別に適当にどっか。まあ一旦とりあえずじゃあこれ終わります。はい。パート2ね。はい。毎朝もうすごい時間がね忘れるぐらいね楽しんでるんですよね。結構拠点がもう、うん、まあまあ出てっとうから、うんうん。こんな感じでまあ多分手際はね昔と比べてだいぶ良くなってると思います。うん。だから次は畑きっちり作って。作り終わったらある程度ちょっと部屋みたいな感じ、家をちょっともうちょっとかん、やりとか作って、うん、炭鉱行ったりとかして、ね、うん、っていう流れで行きたいと思います。じゃあ、というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。よっしゃ。よっしゃ。